月13日から始まった7期の題材コラボ後半のディアンヌを紹介するよ。スペックは緑にコス槍で武力8特技持ち勝ち力の1じゃないのが優秀な8の2機構。計略は四季5で武力プラス6防護効果に加え舞台の判定が大きくなる8カウント。緑にコス槍兵で武力8特技持ち、計略も四季5の防護系で見た性能が。レア原田佐之助との比較はこのカードを評価する上では必須かな。比較すると武力上昇、低減率、効果時間ともにディアンヌが勝り、計略では圧倒的に上の性能。拙者の剣を見切ると。武力8槍枠を争えぬ高橋デイシーも計略性能は低めやから、計略を加味してニコス武力8槍を選ぶならディアンヌが第1候補になると思うよ。防護系は急出しのぎにアドリブで使うことが多いから味方や城を守りやすい。当たり判定拡大効果も噛み合っていて、味方が相手の鉄砲や突撃を受けそうな瞬間に使うことでかがうことができて、原作のキャラに沿った使い方ができるのもいいデザイン。巨大化効果は槍オーラも大きくかつ広くなるから、相手に一方的に兵種アクションを叩き込みやすく、味方部隊との連携も取りやすいのも、極に仲間を乗せて戦うこともできるディアンヌらしい性能。今回のコラボは原作再現要素を意識した個性の強いカードが多く、ディアンヌもキングと同勢力の同コストで作品愛のある方が考えた性能って感じがして、全体的にカードパワーが高すぎるところはあるけど、個人的には好印象で好き。おこがましい身をもって償わせてあげよう、心をもてあそんだ大罪を。知れ、このマサカリでぶっちぎってやるよ。流派発動、二の型流派発動、三の型喧嘩じゃねえだ。男を見せろハーレクイーン、王たる威厳と存在を今こそ示せ。拙者の剣を見切るとは。間に合ったか。我が戦が不服か。流派発動、一の型
迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。戦機解放。おこがましい。迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。今度は俺らの番だ。おこがましい。拙者の剣を見切るとは。流派発動。二の型。こんな感じで大きくなった槍を当てて一方的に一撃ができるから、実質的に長槍戦法としての効果も持ってると言っていいかな。今回は2試合やって、次の試合ではとっさに味方をかばった使い方の挑戦になるよ。これだから乱世は面白い。任せな。寝てないとダメか。どうりで痛みを感じたわけか。間に合ったか。償わせてあげよう。心をもてあそんだ大罪を。おこがましい。町風はどこ行った。今に全ての勝利が俺たちに微笑む。寝てないとダメか。
前期その身で知ってもらおうか。どうしてオイラは流派発動三の肩流派発動三の肩君の元に必ず戻る。今度は俺らの番だ。歌舞伎者が大仕あり、その身で知ってもらおうか。大切な思いを消すことは誰にもできないんだ。前期寝てないとダメか。乱戦に持ち込んだ味方を駆使しつつ、相手の編集アクションを塞ぎ、そのまま押し返してくれたね。巨大化と防御の組み合わせが相性良くて、このスペックが持つ計略の利便性としては優秀すぎる。とはいえまだ相手はもう一回前田の計略を打てるから、ここは攻める必要あるね。おこがましい。男を見せろ、ハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ示せ。歌舞伎者が大仕あり、その身で知ってもらおうか。道理で痛みを感じたわけ。寝てないとダメか。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。ご視聴ありがとうございました。ミコス武力8が良い計略を持ってるのはそれだけで強いよね。